はい、じゃあ,あ、お待たせしましたあ、時間でございますんでね、これからあの、第72回税理試験、この間皆さん方にね、お受けをいただきました、税理試験の検証会というところでございまして、 まあ一応、あの、募記論をまずやってですね、その後、10分程度、ちょっとご休憩、えー、取らせていただいて、えー、代表という形で移行します。まあ、それぞれ1時間弱、ういうところになりますが、まあまあ、1時間丸々っていうこともないんでね、えー、今回の試験の動向等々について、まあ、少しご案内をさせていただくというところになります。で、今ですね、 お手元にお配りさせていただきましたあ、回答速報という形のタイトルが入っている冊子ですね、でこちらの方に、えー、まずだ、えー、第1問からあ第3問まで、冒頭、募気論ですね、募、え、気、ー、論の第1問から第3問までの私どもの考える模範回答、お並びに予想拝点、えー、をつけさせていただいております。 でまあ皆さんもお分かりの通りだと思うんですがあの一応この配点はあくまでもうちの予想でしかないのであの実際の配点箇所は公表はされませんので、えー、それは分からないんでねあ,あくまでもこういう感じかなというところで予想で出してるだけです。でその上で4ページっていうページが入ってるところかな。 でそちらの方に私どもの、まあ、考える今回の問題の要点要紙であったり、まあ、あとはもう皆さん一番気になるのは多分ボーダーラインだと思います、えー、各問題でこれぐらいの点数を積んでいくというのが基本でしょうというところとあとは結論としての全体ボーダーですね、えー、これを入れさせていただいておりますが、まあ、当然このボーダーライン等々の得点というのは全部うちの予想配点に基づいて付してあります で今回は一応全体としては57から59というのをうちのボーダーとしては打たせていただいておるというところになりますまあまあこれぐらいにはやっぱなるかなっていう気もする、えー、よというところもあるただ工藤だけどこういう点数っていうのはどうしてもねあのどういうところに何点配点つけるかによってだいぶ変わってきてしまうので幅があります。 したがってまあ実際にはねどれぐらいでじゃあ安全権ですかっていうのもあると思うんだけどうちの配点でいうとこれは僕の個人的な主観ではありますけども安全権としては68前後。 おー言ってりゃまあ問題ないかなああいう気はしますえー、それぐらい言ってればまあいいでしょうというところではあるまあまあ問題なく受かってんじゃないですかっていう感じではあります、えー、ちょっと高めかなっていう気もするんだけどあのー、まあこれもね結構今,今年あの意見まとめるのに。 時間がかかってね、まあ、回答を出すのもあれなんですけど意見まとめるのも結構割れてねあのいやもっと点数高いでしょうという人間もいればいやそこまで取れないでしょうという意見もあって、まあ、間取ってっていうところがあります。 えー、まあ実際の本試験の雰囲気っていうのもあるんでね、えー、多少やっぱり気が焦るところもあるから、まあ、そういうところも含めて一応ね、えー、過去問の,のボーダーラインなんかも少し低めって言ったらあれだけどまあまあ間取ってっていうところで設定しているところもある、まあ、例えばですけどこもう皆さん方もお感じになる方はいらっしゃるかもしれないですけど僕の個人的な感覚で言えば第2問なんていうのはあれもう満点ですよお僕の感覚であれ25点。 ですえー、ただまあ1箇所2箇所の後藤はねどうしても出る時もあるだろうから一応うちとしてのボーダーはあー多少低めっつうのかなあーに打ってるところもあって、えー、第2問のボーダーは18から20っていうところにさせてもらってるけどただまあ僕個人的にはやっぱりまあそうね根本的に僕はボギロンの講師でもあるんで。 僕の感覚で言うとやっぱり第二問は満点取んなきゃしょうがないでしょうっていう気はします正直、えー、あれはねラッキー問題ですよでもっと言うと時間をかけないで満点でしょうねあの第二問に30分かけたらかけすぎですね、えー、どう考えてもかけすぎやっぱり20分以内つうか20分未満だろうな あというのは僕の感覚ですね。で真、ま、っ先に第2問はあ解くべき問題でももある、えー、もう問題チェックを行った段階でもう第2問が平位であることは容易に分かりますんでしたがってまあそこら辺をまずしっかりとお攻め切って満点近く取ってであとは比較論にはなるけども第3問のが解きやすいね。 で第3問は検出業絡みが出ててまあああいう第3問総合問題で検出業の話っていうのは結構ね珍しい形態ではあります。で珍しい形態ではあるけどもただ僕はあの授業中通りねあの収益認識基準の絡みで一番問題作るのストレスないのはこれだとずっと言ってる。 えですから、まあ、しっかりと、ね、出てきたときには対応していただきたいというお話もしてるしで実際、これをやりいただいてわかると思うけどあのこ,のこの間のこの試験の建設業べらぼに簡単ですからね、えー、正直、テキストレベルですしたがってあれはもう取んなきゃだめです、えー、テキストの説明の方が多分よっぽど難しい、えー、と僕は思いますなぜならば工事原価っつったって原価衝撃の未細分1個やって追加するだけですもんね。 ででそれしか作業ないであとはもうデータ揃ってますんで、まあ、そういう意味からすると正直暴ないんですよあーでいう損失期間的な算定等も容易にできるし、えー、突飛の話もないんでまあそうだな第3問はねあのちょっと一部ね実際問題解こうと思った時に僕らも答え出すのに窮したのが。 あの建物の取得かなんかの消費税絡みで税効果やるやつがあったと思うんだけどあれね僕らも意味が正直わかんなかったんで、えー、最初どうしようかなだかでもやれっつって書いたんからやるかっては思ったんですけどちょっと空いたところは判断悩むところはあると思うんですよ、ね、悩むと思うんだけどただ逆に言うと第三者の税効果って基本的に優先的に解くべき話じゃないんでね、えー、多くの人にとっては多分捨て上の対象になると思うんですよあだって全部合ってなきゃ答えになんないんだからね えんなも実際にやってもしょうがないんでまあそうすると現実的に問題解くという意味からすれば検出、えー、業は簡単でしょで退職給付だって所有引き当て金だってまあ普通の話になってるから今回ここにも書かせてもらったけど現金でしょ 当座預金でしょで投資有価証券の絡みがあって、リースも簡単ですね。まあ、ちょっとあれも年金減価あ、ね、ごめんなさい、限価計算の金と少しあれかなと思いますけど、まあできますな。で、醤油引き上げ金、退職給引き上げ金、もうここら辺はね、変異に解けます。えー、だ,だから、ちょっと第3問はある意味、今回少し攻めた方のが良かったのかなっていう気もするんですよ。だから、今回ね、まあ僕は大体第3問については、5キロもう目標半分という形で申し上げてるんで、 まあ25点というのはまず目標に攻めましょうとういう形にさせていただいてるけど今回のボーダーは27から29、えー、やっぱり点数が伸びやすいという傾向があるので、えー、少し高めかもしれないけどもボーダーはそこまで持ってってますしたがってまあそこら辺までまずはちょっと攻めていただきたいなというのとただまあ基本的には半分できてればそれでおのじっちゃおのじなんで、えー、通常申し上げている通りり25点がまず確保できてればそれでもいいのかなと。 いう気がしますただ逆に言うとちょっと第3問で例えばそうね10点台とかになっちゃうと少し挽回が厳しいのかないう気がするので、えー、一般的にはやっぱり半分という目標をしっかりクリアした上でプラスアルファっていうところは狙いたいねというのは正直な感じ。で最後がもう第1問です。で第一問は 私どもの受講生様に関しては間違いなく問いの一番が攻めどこです、えー。僕はもう感情分析を徹底的にやるといろんな論点で、ね、感情分析やるのは簿記論のいろはの意だということはずっと申し上げてますんで、えー、その前提からすればあ第一問の問いの一番なんちゅうのはあれは簿記論の基本です。えー、ですからあ普通に考えればあれは攻めなきゃいけない。でちょっと僕当日取った速報でも言ったんだけどねあの変に説教がましいこと言うつもりもないけどあのね こないだの第一問の問一みたいなああいう問題ができない人って多分ね類似の問題来年だって再来年だって出ますよ感情分析は普通にやりますからああで本来的なボキ論の問題ってあれですからねちょうど第一問分かりやすいんですよ第一問の問いの一番が伝統的な技法を使う感情分析でしょで問いの二番ってあのじたえいたかいつでトンチンカンなのがちょっと出ましたけど仕分けじゃないあの仕分けなんつうのあれ知ってんか知らないかですからあらボキ論の本質の話じゃない。 えー、あんなのはね知ったら誰とできるんですよで知ったら誰とできるんであれで5キロの合否は決まりません間違いなく決まるのは問いの一番です、えー、だからああいった問題にしっかり対応できるように準備をしておくっていうのはも簿記論の受験戦術を必須、えー、多分この間みたいな問題でまあなかなかいらっしゃらないような気もするんですけどああいう問題が全く手が出ませんよっていう人はねちょっとそのまんまの同じスタンスで勉強を続けてっても多分厳しいです えまあ今年受かっちゃえばそれでいいとは思うけどね、えー、来年以降だって題材変えながら同じような問題出ますよ絶対、えー、したがって、えー、ああいう問題をまずしっかり攻め切るだ僕は個人的に言わせてもらうと第1問の問いの2番みたいな委託返すけなんかやってないからどうでもいいんですがあ問いの1番は正直言って攻め切っていただきたい、えー、僕の個人的な感覚で言うとえー、っとね損益勘定が推定の対象だから 売り上げとか仕入れとか、まあ、売り上げ限界だよね。あこれちょっと多少煩雑性もあるから、間違いでもしょうがないかなっていう気も正直します。でも、あとは簡単。あなので、えー、正直言って、とってほしい。で、いい問題だなと思ったのは、あとでもう一回触れるけど、ほら、借入金かなんかで、今年利子率をね、えー、利払い日の後に0.5%増やしてますみたいな問題あったじゃないですか。で、もともと利回りでじゃあ、いくらなのとかで出すやつ。あれはいい。 意外と一見すると難しいけどあれは墓畑論の基本の木です。サンキューです、えー、みし国のちゃんと解説残託勘定のデータを見ればあ前期から繰り越してきたすなわち前期末の段階でみこし計上した利息が載ってるんで,でそれに基づけばあ3か月分の利息があれだから3か月分かな。 で割ってもらって一月あたりにして12倍すれば1年分の利息になってで元金との対応で利回り出ますからで利回り出てしまえば割乗された部分に基づいて当期末の見越しでしょって話ですからあんなのは論の規模なんですよああいうところがスッと対応できるかどうかってめちゃめちゃ大事なんです。で今言った通りそこの話を回答する技術って産休です。産休<え>です。産休の知識だけです。 別に税理士の資は使ってないで使ってないんですよ、まあ、唯一言えば開始残高っていう感情があるんでね、まあ、純粋対立式ですよねってのは分かんなきゃいけないそれは税理士の話かもしれないでも前期末決算の段階でみこしりの目の手続きやった結果が経過感情として当期者に繰り越されてるんだよじゃあその数字の意味は何なのって考えれば何てことなく出せるでしょって話だからああいう問題ってね本当に基礎力問うんですよ 基礎力等で問ああうところがちゃんとでききるかできないなんですだか僕は常日頃からあの簿記論で合格,し合格するために必要なのはねもう日商簿記の32級で見たことある論点をちゃんと税理士レベルまで引き上げることができてるか、まあ、言い方変えればそういう問題がちゃんとできれば間違いなく受かるんですって申し上げてますけど一つ顕著な例でで言えばそれですよだからあ,あの第一問の問いの位置で出てる利息関連の話なんちゅうのはあれ解かなきゃいけない。 でどうしても嫌な話だし面倒くさい話だしできるようになるために絶対時間かかるんだけどくどいようだけどああいう問いの一番みたいな問題から逃げてると簿記論は厳しいです、えー、だからああいう問題をしっかり攻めれるようにしなきゃダメあのくどいようだけど題材変わりながら来年だって再来年だって同じように多分出ますよお多少の違いは当然ありますよ、まあ、今年はどうしたって長文の,の先生ですからああだからね えー、その帳簿体系うちなんか特殊仕分け帳とか保険的にもやりましたけどもあ,ああいう帳簿体系の基本のキーをやっぱりしっかり理解してるかどうかって話ですからあーそういうところを前提にした問題なんて僕すっごいいい問題だと思いますよ。あ第1問問いのののちょっっとこの先生はやっぱりねあの 趣味の問題かもしれないけど去年も素晴らしい問題だったしねあのー、本当に基礎力問うような問題を続けてお出しになってるんで変に突飛な話ではなかったりもするしねでなおかつほら二問形式にして問いの2番どうしても委託買い付けとか入ってるから、あのー、そこら辺の話でね見たことないから切ったっていう判断しちゃう、まあ、それはそれで一つだと思います。ね、僕もあんななのいらないらと思う でいらないと思うんだけどまあ例えばねあの返品券付け販売に関する仕分けの部分なんていうのはまさに収益認識の話だけどあれはもう定型的に解ける話だからあーそういったところだけ選んでやっていくとかね、えー、いう形に切り替えてもらえればよかったんでだから今回の募金論に関して言うとまあまあ普通に考えればですけど一番点数差が開きやすいのは第1問かなって思う。 ただ、その点数差が開きやすいのは第1問かなっていうのはあの前提として第2問とか第3問をある程度取ってもらうことが必要という前提で,です、えー、したが、って、えー、そこらへんをまずね確実にあの攻めきるということがどうしても必要かなという気がするだからどうしてもちょっとね絶対的安全権という話になると最初にも言った通りちょっと点数どうしても高くなりますおそらくどうだろう。 これでも僕当日この問題解いた時初見で解くときは一応各問題ごと時間を一応僕は測るんですよ。で自分でやったらどんぐらいかなってっやるんですけど第2問に関して言うと特に問いの2番なんか僕僕より皆さんの方が早い人早いですからね僕で6分ぐらいです全部終わんのに。でそうするともうちょっと短い人は短いんじゃないですかね。 あの3分とかってことはねえだろうけどだってあの売買目的有価証券の洗い替えだ切り離しオーダーだなんてあったでしょあんなもんも目一目見りゃ分かるじゃない洗い替え法って僕が維持されますねえ切り離し方式やってりゃ前期末時間は僕カに決まってんだからあーで売買科学は一発なんだからそんなものは家庭なんか終わなくったってすぐ出るんで、えー、あれ解くだけ2つ回答枠出すのに1分かかんないですよおそれ以上かかったらかけすぎです、えー、ましてや仕分けなんか追ってたらもう論外、えー、話にならない えー、そういう解き方はしてはいけない、えー、ですねでちょっと厳しい言い方だけでやっぱそうなると思いますよで前にもこれも僕ずっと授業中にも言ってますけど簿記論で必要なのは容量ですからあまず基礎の知識はしっかり固めるのは当然ですでその上でやっぱり容量よく問題解いていかないとね時間の浪費が生まれるんで、えー、今回はそういう意味でもいい題材のような気はするよね あの第2問とかほんと時間かけすぎると普通に考えると第3問が最後にすんのかなまあ第1問最後にしてもいいけど第1問の,あの感情分析だったあらそこそこ時間はかかるはかかると思うのね。で第3問は間違いなく時間かかるでしょ。そうするとやっぱりあのそこに至るまでの個々の問題解く段階での時間のかけ方があ後あの問題に回せる時間に差として現れるんで。 え当然のことながらよよりり多多くくのののの時間がが避けれる人答枠を埋めていきますでその時に今回の問題であればやっぱり手が出るし回答しやすいものが多いからそうすると顕著にね多分得点差としててそれれが現れてくるだから純粋なやっぱり知識だけだとね、えー、ちょっとあれで、えー、知識をしっかり固めていただいた上で要領よく問題解くっていうまあ簿記論で本来求められるような特性の問題にはなってるのかなという気はします。 でなんか僕もいろいろ受験生さんだのうちのスタッフだのから聞いたけどあの、ね、ツイッターだの何だの見てるとやっぱり簿記論がかなり生かしてるとおなんかの逆ねあの簡単になってるよとおいうふうにおっしゃる方も多いみたいですねまあ別に生かはしてねえような気がするけどねあまあ本来の簿記論ってこんなもんですよ。ただ、まあ、第2問は確かかに簡単かもしれない あいう気はするんでまあどうしてもボーダーちょっと高くなっちゃうだろうね一応うちの予想配点でいうとこの、まあ、57から59ぐらいがあ合格者の加減かなというところになると思います。でただねまあ本来は解ける問題であってもどうしてもさっき言った通りあの本試験の時ってね 通常の推進状態を維持するってはなかなか難しいですからあ慣れない環境でね1年やってきたものを打ち出さなきゃいけないって話だから当然気も焦るしね思った通り点数って伸びないところもあるからあー一丁一短いけないところはあるかなという気はするけどもまあそうねでもやっぱりここら辺はしっかり拾ってほしいかなという気はしますね。 総論的にまあ僕が思うにはそんなところ、で結局、全体として協議、えー、をして、ですねボーダーラインとしては57から59というところを出させてもらってるんで、まあ、これ、一つ参考にしていただければと思います。で、あくまでも参考、で実際、過去の本試験の例としては、うちのボーダーよりも5点ぐらい低くって、合格してる人は全然いるんで、あのそういうことはありえます。 で今僕はあの簡単な簡単だって極端な物言いをするからまあ言っちゃったけどあのそうは言ったってあの本試験の時っていうのは意外とね解けない時は解けないですからあ普段間違いのこと間違えたりもするんでねそうするとまあ意外とそこまで棒高くないよってところも実際にはあるんでねだもう少し下でも、まあ、可能性はあるのかなとは思うけども。 じゃあ僕の個人的な感覚で言うと繰り返しますけどまあ安全権積んだったらやっぱり65を超えとかないと安全権にはならないかなという気はする678とかあになっておかないとやっぱ厳しいと思います。えーまあ、逆にはそこまで言ってら何の問題もないでしょうとこういう感じなので、えー、一つ、まあ、そういうのを参考にしながらね確認はするようにしてください。 で各問題についてなんですが、まあ、さっきももうちょっとお話はしてしまったんで、あれなんだけど、まあめちゃめちゃいい問題だなというのは、もう間違いなく第一問の問いの一、まあ本来の簿記論の話です、でここら辺なんかは冒頭でね、えー、枠が設定されていたりもするんだけどね、あのー、基調方式の名称を答えろというところで、これは結構幅が広いから、あの書き方として一応、別回いろいろ入れてあります。 えー、一応うちがあ回答として採用してるのは基軸となる、えー、純粋大陸式母教法ではありますけどもあまあそれ以外にも純粋大力式でもいいと思うしただちょっと大陸式っつうのは微妙かなって僕は正直思うあのどうしても純ずるがあるんで。 えー、そうすると本事例に関してはもう明確に解散奪還状の設定があることから純粋大陸史仏業であることは明確なんで純粋大陸史と純ずる大陸史は違うんでねえちょっと大陸式っつな微妙かなっていう気はするただ多分これかけてる人は少ないえと思うよ。全体受験生で考えた時に あのここら辺の名称がパッと出てくる人ってそんなにいないはずです。えー、いないと思うので、まあ、そうすると大陸式だけでも加点してくれる可能性はあるかなという気はする。でするけども、まあ、基本はやっぱり純粋と言葉はちゃんと入れなきゃいけないかなという気はしますね。まあ、そこをまずしっかり書いていただいた上で、適宜、感情分析技法等々取りながら作業するんだけど、 括弧二2番なんかはね先祖帰りみたいな話であのこれ消耗品に関する貴重の体系ですけどこんなのまさに帳簿体系僕一順ですからあ純粋対立式に基づいて知識概要を知っといていただければ、まあ、あまり問題もなくできたかなという気もするだからまずここの2点はしっかり拾ってほしいかなっていう気はするんだよね、えー、ただまあ2番目分2つ目にやる作業の丸六番というのはちょっともしかしたら判断悩んだかなっていう気はするけどね えー、ただ、基本的にはまずこの2つは拾ってほしいなという気はしましたね。で、その上で、具体個別の題材、まあ、メインは当然、この損益勘定等に記載されるデータの推定になるわけだけども、あのー、最初、僕のところにもね、キャッシュが出た、キャッシュが出たっていう情報が来てたんで、ああキャッシュロー作るんだと思ったら、まあ、これ、キャッシュロー読むだけなんでね、ほぼ。こんなのはキャッシュロー計算しちたら言わねえ。 キャッシュを作る問題ではないですね。で唯一キャッシュロー計算書でまあ分かりやすい話で言うとあの今回ほらこの問題なんかもまあいいいやいい僕みたいなのはいい問題なんかって偉そうですけどやっぱねこの試験の先生本当すげえなと思うんですけどキャッシュの本質がちゃんと分かってるかどうかっていうのをしっかりとこの資料で問うているんでね で与えられてる資料の関係性からして会社残高勘定を見ればあ現金預金の期種残高が分かって閉鎖残高勘定を見れば期末残高が分かるんだからキャッシュロー計算書の末尾なんか移すだけだもんねで下の2つが出ちまえばあ期種残高と期末残高を比較すれば純増減高が出ますもんねでその下から3つ目でいいんじゃないで純増減高が出るってことはですよ当然これ営業活動と投資活動と財務活動のキャッシュローをトータルすればそれなんだからねでしょ でその上で営業活動と投資活動は総額がもう結論として載ってんだから差額で財務活動出るもんねただの引き算じゃんでここまで足し算引き算しかやってないですよでそれが分かっちまえば配当支出が4万円なんですぐ出ますこんなのはキャッシュロー計算者は末尾から作るんですっていうイロの「いい」です、えー、それれだけ分かればもう瞬殺も だからまあ推定自体は資料の関係性気づけば何でことなくできますよっていう形にしてあるから知ってる人分かってる人にとって知してみればべらぼうベラボーに簡単。あただそういう基本のところ飛ばすと相トしですとかは分からんという話になるんで。でねそういう形式のものですから。 まあそうね、現実的にそこら辺の話をまずしっかりと資料として活用していただくことができれば、あ回答、ね推定項目でいうと、この繰越利益助金、閉鎖残高勘定に記載する繰越利益助金なんて簡単に出せるでしょ、配当支出が4万円で、で利益準備金の積み立て4000円であることは、閉鎖残高勘定と開始残高勘定の比較から容易に分かる、で当期準利益等については、損益勘定にすでにデータがあるんだから、それで分かります。 でそうすると機種の残高が分かっててねえ棋減少としての召集金の配当等による消滅が分かってで当期純利益は損益勘定乗ってんだからあそうすれば閉鎖残高勘定乗っかる繰り越し利益助金なんかすぐ出るねもしかしたらこれ一番最初に出るんじゃないですかああキャッシュのデータを最初に推認してしまえば閉鎖残高勘定に記載するべき繰り越し利益助金番号で言ったら13番あこんなのすぐ出ます、えー、真っ先に出してもいいかもしれないねえ えー、いうふうに僕は思いますね。えーまあ、今回のこの問題は、明確にね、繰、えー、越利益剰余金の増減を伴うような取引については、剰余金の配当しかないって書いてあるんだから、あそういう関係性からも、これを読むのは非常に平易だと思うんですよ。で、それがもう真っ先に出ます。ねえー、というのが一番だね。 でそれ以外の項目については、まあ、どうしても感情分析をやっていくしかないけども、まあ、さっき申し上げたとおり今回の話であればやっぱりいい題材としていくつかあるとは思うけどそうね、借、まあ、入金の絡みなんかは本当にいい問題だと思いますよ借入金の明細については A3 ページ側に載っかっている14番から16番までのデータがあってねでこの3本の借入れしか投期中等存在はしてないというのが基本になってる。 で、その前提で、まあ、16番目に乗っかってるね、2万5千だっけ、えー、前期末、2万5千借り入れてるうんちゃらかんちゃらって話がありますんだなあ。その話であったり、で、15番目あたりに乗っかってる資金借り入れ分の話が載ってたり、ね、で、さらに、えー、14番目のところで借り入れ金の話があって、まあ、工藤だけど、ここら辺、えー、利子率の引き上げが図られてる項目、 まあそこら辺についてのご対応と、ね、貸付金か貸付金の方の利子率の引き上げの話なんかも含まれてるんでもうここら辺全部、えー、A2 ページ側冒頭の開始残高勘定のデータからあ前期における見こし国に述べたデータ等の推入を図っていただければいいよという形態なんであんなに複雑回帰な数式立てなくったってこれ解けますからね。 あーだからそのためには当然のことながら、会社残高勘定で記載されている経過勘定の意味合いをしっかりとご理解いただく必要というのはありますけど、あまあ、こういったところをしっかり攻めていってもらえればそれでいいのかな。だから僕、個人的に思うけど、これキャッシュの分析に関してはね、損、うんえー、益勘定記載の丸1番、売り上げ勘定、ね、のデータか。 ここら辺はちょっと推定対象が多いので、まあ、売上債権とか仕入れ債務でね、勘定をまとめるとかってやり方もあるかなとは思うんだけども、それでもある程度動きがあったり、売上債権なんか割引の話が入ったりするからね、ちょっとこれ、類似のものは当連でも出しましたけども、お少し散雑性は高いので、その仕入れとか売り上げはね、ちょっとなかなか出すの大変だと思いますよ、時間かかるんで。 そうするとそれ以外のところですよね、えー。それ以外のところでございますから、まあ損益勘定で言うんであるならば退職給付費用だって減価奨劇だってそんな難しくないし、支払い利息も簡単。あで、有価証券評価損も難しくないでしょ。で、固定資産売却損だって全然いけます。えー、そうすると、あの正直言って僕の感覚で言うと、損益勘定に記載する一番と八番以外は解けます。で、一番、八番以外は解けるんで、 あのー、確実にで1番とか8番はやっぱりちょっと量が多いから計算ミスが出やすいかなと思って僕言ってるんだけども中には出してる人もいると思いますよ。1番とかはあーいると思いますけども18以外、えー、だから3番の要求項目でいうと一番丸8番以外はあ結構いきやすいのかなというふうに思うそうすると全回答項目が13項目あって。 えー、まあ2つ落としたとしたって11点ねえー、で括弧一1番の純粋たり式は明確ですからまあ1点取れるとしてでできれば消耗品も取っていただきたいんでそうするとお13点程度はやっぱりこれでいくでここはやっぱり勝負の一つかけどこになるんじゃないのかなと僕は個人的には思いますよでそうするともうこれだけでボーダーライン超えてますんで ねえー、うちが考えるボーダーライン12点程度マックス12点中という形でボーダー打ってますけど今僕が申し上げたところが一通り取れれば13点ですから問いの一番の段階で13点は行く。で行ってあとはまあね委託買い付けの話なんか僕はやんなくていいっつってんで、えー、あれはもうできないと思いますが返品券付け販売のところとかパートパートで選んでってもらえれば部分点は狙えると思うんで、まあ、そっちで23点足してってもらえばうまく回し合えば15点とか16点とか。 まあそれぐらいには多分いきますでそれぐらいの点数をまず作るっていうのが一つ目標になるかなというふうに思いますよ。で最悪問いの2番全切りでも別に僕は構わないと思ってます。あのもう委託だからもう分からんってねもう分からんと思ったらそれはそれで一つですよただその時間をしっかり使って問いの1番やってもらえればね今の話じゃないけどもおそちらで確実に点数を取ってもらえれば全然ボーダーはクリアできるよと。 いいう形だと思います、ね、で今回ねまあやってるときは気にしないと思うんだけど問いの問いの一番第一問って回答枠の総数があの25か所を超えてるんでねってことは全部1点ずつすらつかないんですよ。じゃあ採点どうすんのってったら普通に考えればこれ仕分けのところが全部あってて1点っていうのは結構あると思いますよ。あ逆に言うと問いの一番はチラシ用がないからね解答させて点数つけないってことは普通ないですから。 あそうするとあの仕分けってほら借り方と貸方それぞれ番号入ってたりするじゃないですか科目とかね金額とかであれが1箇所ずつの配点じゃなくて全部合ってて1点とか多分仕分けの方で調整するしかないと思いますねで逆に言えば同じものを書いてほぼ同じような金額書いたりして、えー、じゃあ1点で2箇所ってそんな点数の付け方普通ないんでねあだから、あのー、普通に考えれば問いの一番は全配点箇所あ全 設問が回答枠が配点箇所になって、で仕分けの方がある程度集約されると思います。えー、そういう意味からも、問いの一番しっかり攻めてってもらうってことはやっぱり大事だったような気はする。ね、僕は個人的にはそう思います。で、できればそっちの方をしっかり攻めていただきたいというところだったかな。ただまあここら辺ね、調査の話というのはやっぱりうちとしては去年からまあ死刑の先生の主要な研究題材でもあるんで。 えー、特殊仕分けじゃ結局出ねいで終わっちゃったけどね、えー、まあまあとは言いながらダイレクト法 ABS 規模基法等々の基本の体系のところをやっぱり軸にした問題なので、えー、いい問題だとは思いますまあだからね本当に多分この問題がねすっごい差がつくと思うよ今年第1問これできる人できない人でずっぱり分かれんじゃないですかねできない人って多分ほぼ0点近いんじゃないですか 意思量の意味がまず分かんないんで、えー、で何とかデスつでやっても何とかまあそうねギリギリ1点か2点取れるかぐらいだからあ結構いける人といけない人でこの問題が一番差がつくような僕は気がするねある程度の習熟を図っていただいた方々というとねいう気がしますまあ問いの2番は知ってるか知らないかなんであんまり気にしなくてもいいかなっていう気はするけどねまあここをまずしっかりと攻めきるということは大事だよと。 いう話ですねで問いの2第2問に関してはこれはね別に正直言って言うこともない、えー、普通普通も普通、えー、ただちょっとまあ回答枠の得意性なんかもあるんで、えー、少し幻想なんかのところで戸惑っちゃったところもあるかなという気はするけどもまあ特に突飛な話はない。 特に突飛の話はないので、まあやっぱね、講師の、講師の欲目ですよ。講師の欲目でいうと、僕はこれ満点取ってほしいな。あと思う。正直。えー、正直それは思うかな。ただまあ、そうだな。 何かあるんじゃねえかっていろいろ考えちゃうのがやっぱ本試験の時だからねその怖さっつうのはちょっとあるんだよね。で特にまあ明確にねゼロベースの話だったらいいんだけど0、まあ、って金額を答えるっつうのはなかなか勇気のいる話だったりするんでね。 えー、意外とやっぱそういったところで止まっちゃう人もいるかなと思うんだけど結構これゼロが2つも出てきますからねまあまあでも題材としてはね明らかに個別資産グループごとの減損手続きについてのお話ですからあこんなのも資料の1番見ていただければ資料2番か資料2番見ていただければね、えー、明確にその状況は判断がつくので。 あのー、もううこれはゼロ以外ないでしょうと、まあ、具体的にはね B 工場だの C 工場だのについて減損損失の各個別資産グループについてはもうゼロに決まってんじゃんっいうのはすぐ分かると思うんであ,あまり問題もないような気はするんですがまあとは言ったって意外とゼロって書くのは勇気はいるけどねただまあしっかり基本の過程を追ってっていただくとうんそうね まあこれしか回答ないよねっていう形に多分落ち着くからある程度じっくり考えながらもお回答をしっかり取りきってほしいなっていうのは問いの一番かな逆に言えば問いの二番はさっきも言った通り時間がかかんないんで、えー、これもちゃっちゃと解いてもらうというのが基本おになります僕ねこの問いの二番なんかむしろなんかあるんじゃねえかと思ったぐらいですもん うー正直僕はそれぐらいでしたね。でまあでも結局何もねえちゃねえんだけどおいう話なので、えー、あえて言えばまあ計算ミスの恐れもあるんでね、えー、これ満期保有目的債権についての満期償還時の処理なんかをさなきゃいけないところがあったりするからねだからそこなんかはどうしたってこれ焼却減価法自体が利息法ですから。 ああ最終年度自体はねいつもと違うアプローチで処理を進めなきゃいけないからこれなんかもう一番最初から厳格に勝を追ってってもいいと思うんですよつかまあそれが基本だと思うんだけどで一つ一つ糧を追って多少時間かけてもいいのかなっていう気はするただまあ時間かかるとしても多分それぐらいでしょでそれ以外の B 社株式関連なんかはそうねまあ基本的にはやっぱりもうちゃっちゃと満点取ってもらわなきゃいけない。 で唯一できなくてもしょうがないかなってあえてまあ有価証券で言うんだったらやっぱ C 社株式の持ち分法かな、あのー、?C 社株式の持ち分法持ち分法自体は僕はもう保険の保険なんで余力が出てからやりいいですって話をしてるからあ今日の時点で言えばその C 社株式関連会社になりますけど関連会社に対する持ち分法の適用の仕分けがあるんでこれなんかは別にできなくてたっていいと思いますよ別に。 えー、まあただ単なる利益振り替えやっていただくだけなんでね、えー、ある程度知識が残っていれば十分満点は狙えると思うんですがただまあ一般的には持ち文法まで見てる余裕はないという方が多いと思うのであのおそらくですけどほとんど持ち分法なんかできません多分、えー、だから書いてない人の方が多いはずだからそれ自体は気にしなくてもいいと思います差になんないんで。 で差にならないんで問題ないと思うんだけどただちょっと注意しなきゃいけないのはその後でねあのその後同じく C 社株式についての詩を答えていただくんですけど当然こっちは幻想の,の適用ですからねでこれ帳簿上の処理っつってるから個別会計なんで連結関係ないですからあそこはやっぱ明確にやっていただかないといけないねえー、これは問題資料を見ていただいた時に資料の3番の方で、えー、データとして与えてますから あそこはちょっと取ってほしいかなという気はするただまあもしかすると文字文法に引っ張られて最後の項目っつうのかなああ新社株式に関するその減損処理等の話が飛んじゃう人もいるかもしんないんであまあそうすると新社絡みはね落としてしまうことももしかしたらあるかもしれないねであるかもしれないんでまあそれはそれでしょうがないのかな いう気はするけどもだそうするとあの最大で、えー、これがでも結構ついちゃうなそうね点数がまあそこそこついちゃう6点ぐらいついちゃうか、まあ、ついちゃうんでやっぱりまあ幻想も何度か頑張ってほしい気もするけどねまあまあ持ち分法以外のところがしっかりできてりゃとりあえずいいんじゃないですかああいう気はします。だやっぱそうするととと、ねまあ、持ち分法を落ししたとしたって そうだな文字分ボトん、ねえー、まあ222 22なら上出来だとは思うけどね、えー、それぐらいでちょっとやってっていただくところは必要な気はするね。でねおそらくですけどこれは間違いないと思うんだけど結構な勢いで多分これ20点オーバーですよ全体の受験生さんのほとんどが。あと僕は思う。 あ,のあんまり大きく20点割る人ってどううななのかなっていう気はしますあの少なくとも合格ラインに乗ってくる人たちでいうと20点割るっていう感覚は僕にはない、えー、ので、まあ、例えばこの第2問でちょっと15点割ってると厳しいと思うなあのなかなか他で挽回するの大変だと思うよ、まあ、でも第3問とかでちゃんと挽回できてるんだったら全然いいですけど。 まあ普通はなかなかそば行かねえような気もするんで、えー。そうするとまあ第2問でどれぐらいいけるかだろうなああいうところにはなりますね、うん。でもやっぱこれはある程度点数拾っとかないといけないだろうないうふうに思います。で第3問。 第三問に関してはまあ普通っちゃ普通だと僕は思うんだけどまあでもさっきも言った通り検出業の話が含まれてたりもするんで第三問総合としてはある意味入れれれちゃ入れかもしれませんただ、あのー、この問題は本当に収益認識基準の絡みに基づいてインプット法等による収益認識手続きをやってくれっていう趣旨の問題に過ぎないから正直言ってボギロンっぽくない。 あの僕、当林な関の時の散々から申し上げましたけども、一般的にですね、簿記論で製造業的問題が出てくれば、原価の集計なんかやるの当たり前なんですよ。おで、製造業だったら、あ材料費だの労務費だの経費だの計算するのは当たり前だって話をずっとしてるんで、まあ、建設業だって当然、製造業の要素があるわけで、その前提からすれば、もうこれデータが整っちゃってるから、なんか、材料の問題みたいな感じ、簿記論っぽくないんですよね。っぽくないんで あのこんだけ資料が揃っちゃってる以上はもうやっぱ攻めなきゃダメですよ。攻めないという判断はない。でやるのは唯一ななんだっけ経費のところにひっくるまってくるまあ、加算しなきゃいけないんだけどあの減価償却費だけでしょう。で減価償却費の部分だけは未採出ってるからそこの部分についてはあ計上される減価償却の半分だっけ。 え半分を本社負担で半分を製造原価たる経費項目として扱いなさいってもう指,示の指示が全部やり方書いてあるんでねで原価証券の計算だってなんてことないじゃないですか普通ですからで普通に計算して言われた通りやっていけば製造原価なんか全部データ揃ってるわけでえ当然原価証券が加算される分だけトータルは変わりますよトータルは変わりますけどあとデータ全部載っていくからねこれはやんないとダメだわああこれやんないっていう選択肢は普通はないと思う。 僕ならやるで僕なら普通にやりますただどうなのかな研修業やんないって人いるのかなまあまあやんないならやんないでもいいですけどただやんない分だけちょっと他を全部攻め切ってもらわないといけないんで、えー、そこら辺のちょっと見極めはしっかりつけていただくというところになるんじゃないですかね。 えー、仮に建設業の絡み、まあ、本体の部分やんなくったってそこから後の話をしっかり取り切っていただくことができればそこそこ点数は詰めますからあ25というラインにはかなり近づくとは思いますよ。で近づくとは思いますけどまあそこはしさ選択の問題なんでね、えー、どういうふうにやっていくかというのは個々人の判断だと思いますけどもただちょっと今日つか今回の建設はこれおいしいなって思ってほしかったね。これは楽ですわ あで工藤業だけど僕は収益認識順で,で一番ストレスなく問題作れるのは建設業だってずっと言ってんで、えー、従ってまあその前提から申し上げればですねちょっとここは攻めてってもらった方のがいいような気はするな個人的な感覚で言うとよこれは僕の個人的な感覚ですけどあの問いの一番出てる返品原付販売の仕分けなんか正直できなくったっていいけどこっちはやってほしいですね、えー、と僕は思いますね。 そこはちょっとやっていただきたいかな勇う気はしましたな、まあ、あとはねーそうだなでも今回ね第3も量少ないんだよねそもそもあの量が少ないので、まあ、やっていただく量がちょっと少ないんですよ でそうすると、まあ、これは毎度毎度申し上げてる話だけど、つうかもう僕、1回目の月齢試験から言ってますけど、あの、現金とかね、当座預金とかね、また出とんじゃんね。で、こういうのをまあ、取り切るなんていうのはもう基本ですね。あのー、さすがにこういうところでも、まだ間違えてるっていうんじゃ、ちょっとそれは準備があまりにも足りない、えー、と、僕は思う。で,でもっっていうと退職給付だって えー、あるよね。で、商を引き割で金だってあるよね。僕対象給付は絶対捨てちゃだめだってずっと言ってんで、えー、これはもうやってもらわなきゃ困る。で、このレベルができないと、ちょっとやっぱり準備不足ですよ。だって出るの分かってんだから。ああ、それはやっぱりちょっと方向性をねうん見誤っちゃってる人もいるかなという気はします。あの対象給付とかを切るなんつうのは10年前の受験生の話ですから。 あ今の受験生があんなことやってちゃダメです、えー。したがってこんなものは解いて当たり前。えー、でなおかつ墓紀論もう当然ずっと言ってきましたけど第二問との証文で出る可能性だってあったわけですからね、えー、今回出なかったからいいけどもおこのレベルのものができなきゃ第二問出た時にもっと大きく失点してますからねあ怖いですよ。あだそういったこともやっぱり勘案すると全然普通なんでうんまあそうね。 ちょっとこれ、まあ、さすがに、さすがに取ってほしいなっていう気はする。だから、あの、検出業がね、ちょっとデータが多いし、なんか資料が複雑に見えるから、一見すんと、ちょっとこれは面倒くさそうだなっていう判断でやんなかったっついうのはありだと思います。他のところで挽回聞くから、僕はそれでもいいと思う。で、それでもいいと思うけども、ただその上でね、あのー、やっぱ現金とか預金とか投資有価証券とか、そこら辺で失点してるっていうのは、ちょっとまずいよ。当然のことながら。あの、もう取るとこなくなっちゃうからね。 えー、と思いますならやっぱねこれちょっとある程度効率的にやっていくとうちのボーダーで27とかって打ってるのかなか、ね、目標の25の確保自体は多分例年に比べるとちょっとやりやすいのかなっていう気がするねまあまあとりあえず25点確保できてるら僕はいいとは思いますけどもお第1問と第2問でカバー利くだろうからあと思いますんで あのちょっとそこら辺までは今回やってっていただかないといけないかなという気はします。で今年の試験で一つ顕著になったのはまあまあ思ったようにこれは僕らの想定はるかん超えてますけど収益認識がやっぱり早いなっていうのが一つとあ,あとはあれだな、まあ、今年の段階であの第一問お作りになっている先生がもうご退任ですからあ来年からはまた帳簿体系の話から少し遠ざかるとは思います。 帳簿体系から遠ざかると思うけどあの工藤ですけど感情分析から遠ざかるというわけじゃないんであのそれは別の話ですからあそこはそこでちょっとしっかりやってもらう必要はあると思いますけどねただまあ全体的にはねあのさっきも言ったけど今年の問題は難化じゃなくてい,いかあの簡単になってる簡単になってるという人もいるみたいで簡単ではない簡単ではなくていい問題なんです。 えーちゃんとやるべきものをやってきて準備すべきものを準備して問題が見極められるようなところまでしっかり問題解き込んだ人は多分取捨選択もしやすいししっかり準備した人を評価するという意味の問題としては僕いい問題だと思います決して簡単ではないしで何よりもいいのがまぐれうかりみたいのがまあ多分今年もない。 えー、とりあえず適当に書いたら合ってましたってそういうのはなかなかないと思うんですよ。ちゃんと準備した人だから解けるって問題だと思うんであんまり僕いい問題だと思いますよ。 だからそういう、まあ、バランスの取れた問題と言っていいのかなと思うただやっぱり皆さんねあのここ数年特にそうだけど受験生さんのレベルって言ったらだけど僕がレベルなんて言うと失礼だけど、まあ、受験生さんのレベル上がってますよおだそういうとことを考えるとやっぱ点数は少し上が,上がってくるかなっていうところもあるんでね、えー、だからそれは皆さん方がだから真摯に取り組んでおられる証だと思うので。 え逆に言えばこういう問題見てねああ簡単だなって思えるところまでやったということですからできたできないは別にしてあ全般的に少しやりやすかったのかなって思えるところまで来てるってことはしっかり準備はできた証だと思うから、まあ、そういう意味ではバランスの取れたねいい問題だと思います、まあ、あとはねあの結果自体はうちの採点指針もそうだし当然あの皆さんも他校さんもね、えー、ボーダーラインであったり予想配点とか出してますから。 合わせててそちちらもちょっとと確認はしてい,ただい,た方がいいいいたただ方が思うんですよで確認していただいてあの自分がボーダーラインに乗ってないからもうダメだとかって考える必要もないのであ分かんないです本当にあのー、さっきも言った通りうちなんかだともう5点ぐらい下,下でもボーダーラインより5点ぐらい下だったけど受かってましたってそういう人ざらにいるんで分かんないですこんなのあそこはもう全体的な答案の状況も分かんないしねあくまでも 過去の経験等からはそれぐらいが目安になるかなというお話でしかないから一つの参考にしてください。で多くの方々にとっては多分この母材がね入り口になってこの先まだまだねあの税法とか続くよっていう方も多いと思うので、ねえー、今回はまあ一つの経験ですここでまあ成果が出てればそれに越したこともないしねで次税法等にお住みの方はもう9月ぐらいから、まあ、早ければ8月にもう始まっちゃうところもありますけどもお税法の講義も動くわけだからね。 えーまあ、しばらくはねお盆休みぐらいまではゆっくりまずここまでで、えー、無理して勉強してきたところがあるだろうからあ自分をちょっといたわってね疲れをしっかりとってでお盆明けぐらいからね来季に向けてのやっぱり準備っていうものを少し考えていくとういうところになるでしょうからねあー私どもでも、まあ、いろんなイベントはやるし他校さんもやりますからあそういったものを広くご活用いただいてね自分に一番合ってるような科目であったり 講座スタイルであったり、まあ、そういったものをお考えいただきながら、来季に向けてのね、準備というのを、お盆明けぐらいから動くようにしていただくといいのかな、と <laughs> いうふうに思います。はい、全体的な状況としては、いんなところになりますんで、まあまあ、なんかあと個別にあればね、えー、後ほど言っていただければと思うんですが、一旦あこれで切ります。で、切って、えー、と40分ぐらいから、あ10分間ぐらい休憩取りますんで、 えー、40分ちょっと過ぎぐらいからね、今度財表行きますんで。えー、まあ引き続きご参加の方はお荷物はそのままで結構ですから。ね。えー、ご議論だけの方はお忘れ物ないように気をつけていただいてね、お帰りになってください。はい、皆さんお疲れ様でございました。ご議論はこれで終了になります。